今日の気づき。小川忠太郎先生、剣道半紙球団100回稽古28ページより。足の指先。剣道はまず気分が充実せねばダメ、浮いてはダメ。それには足の指先に力を入れること。それで体全体に気が入り、モードをしなくなる。小川忠太郎半紙剣道講話1、226ページより。相手があると、それを意識して呼吸が上がる。呼吸が上がると、足も浮いてくる。だから相手があっても、呼吸さえ上がらなければ、ちゃんとした構えになる。小川忠太郎半紙剣道講話2、12ページから13ページより。呼吸を下げる。かかとまで下げる。だから左足の膝後ろのひかがみが曲がっている人はダメだっていうが、呼吸がもう乱れてる。左足さえ入っていれば、左半身さえこう入っていれば、全体が使いこなせる。ここが抜けちゃうと半分になっちゃう。左足だ。左足のかかとが内側へ曲がっていてはダメ。道を歩くときのようにまっすぐ前に向ける。その足に何が乗っているかというと、足を乗せているものが心だ。足がこう上がったのはもう心が浮いてしまったんだ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。